ざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う感じで出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいね。そう願っても無駄だから、スーパー君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、いやいやでも甘いな、いやいや。グッバイ、それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。違うか。